ネグロスさんに遊びに来させてもらったんですけど、このボルトを締めていただければもうそれでボンド線をつながなくても電気的接続が行えてる。道路トンネルケーブル用ってことで振動とか多いので二重落下対策をしっかりして、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ネグロスさんに遊びに来させてもらったんですけど、ちょっと僕も今仕事で工場関係やってまして、はい、もうこういうラックであったり、はい、配管であったりもうネグロスさんの、はい、にお世話になりっぱなしなんですけど、なんか常に進化してますよね、はい、新しいものが出たり、はい、ってことでちょっと見ていきたいんですけど、あ、まあ見たことあるなっていうのもあります。こんなんはちょっと初めて見たんですけど何ですかね。こちらはもうラックのカバー用のアース金具なんです。これですね、カバーにアースボンド線を今までつないでいただいて、ね、電気的接続をしていただいてたんですけども、はい、まあ、それが非常に手間だというところ で、ね、もっと簡単に商用化できないというところで開発されたのがこの金具なんですけど、これは両面用なんで、はい、上下でこう挟んでいただいて、このボルトを締めていただければもうそれでボンド線をつながなくても電気的接続が行えているというような、このビスが本体に、はい、接続するから、そうです、ここでアースがちゃんと通電されて、おで上蓋のみとか下蓋のみもあるという、はい、ありますことですね。上蓋だとこちらになります。今までここのこれか、はいはい、ここ の、 あの両側で、はい、金具を止めていただいて、はい、アースボンド線をつないでいただいてるんですけども、はい、もう今回この金具を締め付けていただくだけで、はい、しっかりと電気的接続が行えるといった金具になります。僕これも初めて見ましたわ。あ、これはでもあのフレ止めの金具で、あの前々からあるんですけど、 SRS1 ばっかり使ってるんですよ。まあ、QRS1、 はい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 、はい、それができるってことですか。上下のカバーとかをつける時のためのものなんですけども、一般的には多分これは一番多くてですね、はいはい、まあ、こういった形で引っ掛けていただいて、へで下からもできるんですけど、カバー、まあ、こっちは今ついてないからあれなんですけども、ってことはどうしてもレールのとこにカバーをしたい時はこれを使う。あ、レールじゃなくてレールの時は別に普通の S1 でもいいんですけど、あ、上下で今使う時とかは、はい、例えばこういう形で下も締め込んでとかっていうのができる、はあ、こんなんもあるんですね。そうです、要はあの下からこうカバーをつけちゃうとクランプでここで引っ掛けれなくなっちゃうんで、はいはいはい、これで止めていただく、はい、あ、そういうことですね、はい、カバーの時にそうです、これが出てくる、上下使う時にこれが出てくる、勉強になりますわ、はい、でこれは配線、そうです、あの親桁用のところで配線する、まあ、弱電ですとか PF 管とかも、はいはいはい、いろいろなものでつけていただけるので、ありがとうございます、はい、ってことで次なんですけども、道路トンネルケーブル用ってことで、ちょっと僕もあまりわからないんですけど、はい、こういうのもあるんですね。あります。でこの分電盤とかのプラスアイテムっていうんですかね、はいはいはい、でこんな変わった形のレール、はい、レールこれは、まあ、道路の、まあ、トンネルですね、主にトンネル用 の、 ほうほう、あのケーブル配線の金具なんですけども、はい、振動とか多いので、はい、二重落下対策をしっかりしてケーブルを止めなさいっていうところで、まあ、いろいろうちが考えて出した金具なんですけども、まあ、ちょっとこれサイズが違うんですけど、金具をまずこういうふうに仮止めできるんですけど、はい、ここでまずケーブルを入れてもらって、はい、入れた後に挟んで固定すると。あ、すげえ、はい、だからわざわざその最初からこう位置を決めてとかではなくて、はあはあ、ある程度こう遊びを持たして、はい、金具をセットできるというところで、自由に、はい、これは切断してるんですか。これが一乗用、これが一乗用で、もうここの窓が一つだけで、はあはあ、であそこだと二つ二乗用があったりとか、はあはあ、ダブルとかね、はい、でこういう釣りボルト用のケーブルなどもあると、はいはい、これも三部、はい、あの四部兼用のもので、どっちでもいけちゃうんですね、はい、電ネジでしっかり止めていただいてできるという形です。ありがとうございます。ありがとうございます。裏は何かあるんですかね。こっちも道路トンネル系ですね。そうですね、こっちだとちょっと裏側見にくいんですけど、折り返しがついてて、はい、これがちょっと緩んでしまった時とかの落下対策用に、はい、裏にこう折り返しをつけた。あ、ほんまや。 Day1 とはまた違うんですね。あの Day1 で形状は一緒なんですけど折り返しがついてるっていうところですね、はい、これですか。そうです。へ、あ、これ、はい、まあ、こういう負荷がかかっても落ちにくい。そうです、まあ、あと振動とかそういう時に。あ、すごいな。次、あの今流行りのハヤテクということで、はい、なんと去年ね、はい、いろいろ教えてもらった方が今年もいられるってことで、ありがとうございます。まあ、主にこれは去年も聞いたんですけど、まあそうですね、特徴などをちょっと教えてもらえたら、まあ、改めて説明しますと、はい、ハヤテクっていうこういうバネを使った商品で、はいはいはい、こういうクリップみたいな、はい、
形状になっているものを、はい、全ネジに、片手ですね、片手でこう仮止めできますよ、はいはいはい、で締めたらしっかりと固定できますという商品ですね。結構省略というか、そうですね、ちょっとでも早くできるように、職人さんの作業早くというところで出してます。あ、これも僕なんか使いましたよ。あ、そうですね、これどうやるんやったかな。あ、そうです、そうです、ね、ずん切りに、はい、広げていただいて、ね、一緒です、ね、あ、そうそう、こういう使い方もできるんですよ。そうです ね、 ね、位置を決めれますという形です。これラップであったり、で、あと今年でいきますと、はいはい、この中でもあのカルワザという商品なんですけど、ほうほうほう、中空壁のアンカーですね、はいはいはい、もうお手持ちの3分のボルトあると思うんですけど、はいはいはい、それにこの商品をつけていただいて、はい、このまま、中空の、はい、穴開けしたところに入れてもらえると、はい、止めれるという商品ですね。これは何ぼでも出していいんですか、向こうは。そうですね、調節はできるようになってます。あ、こういうことですね。一応適合は45の厚みですね。で、あと、はい、これがどうしても中に落ちてしまうっていう問題があったんですけど、はい、仮止めプレート今回つけてるんで、はい、これで、まあ、まず落ちないようにしていただいて、はいはいはい、で本締めはまた後でしていただく。まあ、これは次の壁に突っ張らすまで回すってことですか。はい、あ、いえいえ、もう、ですね、すみません、断面でいきますとこういう感じでもう止まってるんで、はい、ここでもうボルトがもう出せてる状態なんですね。はあ、ははあ、なので壁からボルトを出してそこに固定してもらう。でレールなどであと挟んで終わり。そうですね。でレールなどを挟むまでにこれが落ちてしまうから、はい、これをつけとこうぜってことですかね。そうです、仮止めの。ということでいろいろ商品見させてもらってありがとうございました。ありがとうございます。あのネグロスさんといえば僕ももう10年ほど10年何年と電気屋やってるんですけど、はい、電気屋やり始めた時からネグロスとはみんな触れ合ってきてると思います。 ありがとうございます。で今見せてもらったようにこういうハヤテクであったり、はい、いろんなこう進化していってるじゃないですか、はい、まあ、それは僕ら職人のことを思ってちょっとでも成功を楽にしてあげようとか、はい、ね、っていう考えのもとやられてると思うんですけど、僕のチャンネルこう電気工事系の方が多いんで、まあ、よければ最後にネグロスさんの思いというか、はい、職人へのメッセージなどあれば、はい、ぜひお願いします。そう、この度ご紹介いただきましてありがとうございます。弊社の商品はですね、現場で使われる職人さんの声をいろいろお聞きして、でそれを持ち帰って開発してということでここまでやってきている企業でございますので、また今後も職人さんの声ありましたら営業所の方にどんどん言っていただければ幸いです。ありがとうございます。でまあネグロスさんの商品を使ってここもっとこうなればいいのになとかね、はい、こんなん欲しいなっていうのがあれば営業所の方にご連絡してみてください、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらの何でも切れるマルチなら最後まで切れるダイヤのか金属職人、あのインパクトドライバーとドライバーのセット、1つでこの値段ですもんね。です、2つで1つ分の値段っていう形で、とりあえず面白くしたいです電気屋を。